ちは。こんにちは。はい、豊さん。はい。はい。今日は第2戦がありましたね。ね、神宮で第2戦、はい、ありました。ありました。はい、結果も出てますけど。まあ結果は引き分けというね。はい、もう最大限の延長12回まで行きましたが、はい、5時間超えたというね。うん、で、まあオリックスがね、ずっとリードしてたんだけども、はい、まあ9回にドラマが生まれたというね。いやー、本当にそれまでずっとゼロできてたので、うん、まあそうだね。まあ結果、後にも先にもその3点っていうことが、まあそう、はい、うん、なんだけど、なんですけれども、まず、はい、先発メンバーを見ていきましょう。はい、ね。まあ、ヤクルトの方は最初にいただけピッチャーだけ変えたというね、はい、あとはもう変える必要がないというね、うん、まあ、山田のことがちょっと昨日4三振ということで気にはなるけども、はい、まあ、今日打つのか打たないのかね、流れを作るのかどうかっていうのが、まあ、一つの鍵と、はい、まあ、オリックスの方は一番昨日福田打ってたんだけど、うん、足立を持ってきたというね、うんうん、足立はこのシリーズ初出場ということで、はい、でまあ相変わらず吉田杉本という打順を組み、うん、まあ昨日 T 岡田が代打で、ね、センター前打ってね、はい、打点を稼いだ。紅林は当たってる、はい、で、伏見と山崎幸也の、はい、バッテリーできたというね、はい、いうことででした。はい、で、はい、でまあ試合をねちょっと追っていきたいんだけども、うん、はいはい、まあ、はい、立ち上がり、うん、最初にでも山崎幸也もね、はい、割と安定してたというか、うんうん、まあ、ボールの力があったし、最初にではで山崎幸也はすごくテンポがあって、うん、テンポ感があって、まあ、チェンジアップとかもね非常にいいところに決まってたし、はい、まあまあそこそこの、うん、ゲームを作るだろうなっていうような感じで見てたんだけども、はい、まあ、2回オスナが先頭打者でレフト前に出るんだよね、はい、この緩いカーブを打ってさすがにオスナは当たってるわ、はい、でツーアウト後ランナーセカンドで長岡を迎えた時に、うん、オリックスベンチが次ピッチャーのサイスリード、うん、まあ、決してバッティングはあまり良くない、うん、でこれ申告敬遠することによってサイスニードと勝負し、うん、まあ、チェンジになったとしても3回、うん、塩見じゃない、はい、先頭バッターが、はい、でこれどうするかなと思ってたら、うん、やっぱ申告敬遠したんだよね、うん、だからやっぱり選手点を絶対やりたくないという、まあ、意図が見られて、うん、まあ、その回をゼロに抑えるんだけどもね、はい、はい、はもう次の回先頭から塩見選手から打順がよく回るとしても、うん、どうしてもどうしても 先制点をやりたくなかったというね、うんうんうん、はい、で3回、先頭紅林がツーベースヒット、うん、で伏見のセカンドゴロでランナーサードに進むんだよね、はい、ワンアウトサードからバッター山崎幸也、うん、初球のチェンジアップかツーシームをライト前に持っていくというバッティングがいいというお話でしたっけ、ね、いやだから DH がない神宮の先発をあえて2戦目ということで山崎幸也を持ってきたというね。これはそのバッティングがいいということですか、うん、だからやっぱさすがにね、うんうん、でもさ1年間打席に立ってないんだよ。そうです、ね、でもそういうバッターがさ打てるとは思えないじゃんピッチャーが、うん、やっぱいいんだね。もともと持ってるものと、まあ、これに当たって少し練習はしたりしますし、ね、まあまあもちろんね、それでちょっと多少なりとも感を取り戻し、うん、そうそうそう、うん、まあ見事に打ったというね、はい、先制打を叩き出し、足立がヒット、うん、ね、足立のヒットがサンタナのエラーを誘いみたいな、うん、まあ、そういうことになっていくんだよね、はい、だから、まあ、山崎幸也がタイムリーを打つ、はい、まあ、その後に、まあ、足立宗っていうふうに、はい、なんていうの、うん、繋がっていくんだよねやっぱりね、はい、下位打線から、うん、でもね、まあ、サンタナの守備がのエラーがあって、うん、まあ、このエラーが山崎幸也をね返す形にもなり、はい、まあ、2点を献上するんだけどもさ、はい、よく2点で収まったよね、うんうん、でやっぱ満塁にしてまで吉田と避けて、はい、まあ、杉本と勝負をし、はい、まあ、サードゴロに打ち取ったという、うん、だからまあゲームは壊れなかったよ ね、うん、そうね、サンタナの守備がちょっとあったけどだからまあここら辺で、まあ、ランエンドヒットをし
まあ、盗塁とかね胸のね、うんうん、まあ、そういうこともありなんかこうオリックスの攻撃陣が動いてきたようなそんな感じがした、うん、あの3回のね2点はね、はい、あのサンタナ選手の守備っていうのはどうですか。まあ、ちょっとひどいね1戦目もちょっとね、あの、まあ、あれはなんかこうライトと打球がちょっとねっていうので、まあ、今日はこうヒットを取って2回の時にちょっとファンブルして進塁されて、うん、まあ、それも1点献上するような形になったし、あとは外フラフラっと前の打球をスライディングキャッチを試みたけども、まあ、取れなかったと。まあ普通の外野手だったら取れるんじゃないかって言うけども、うん、まあサンタナはね、うん、やっぱバッティングを期待してるから、うん、打ってくれればね、まあ、しょうがないなっていうふうに思えるけどね。まあなんかそこが今度ね指名打者とかが入ってくるとまた変わってくるんですかね。まあ、そうだね、はい、はい、で3回その3回、はい、塩見が塩見からねこの長岡申告敬遠をしてまで、うん、ね失点を避けに行った、うん、先頭塩見、はい、ヒットが出ましたよ。はい、これはオリックスとしてはあんまり嫌な、まあちょっと嫌な流れだよね。まあただ2点先制してるから、うん、まあこの回を抑えてくれたらなと思ったところの塩見のヒットでしょう、はい、まあ嫌な感じはしたと思うんだけども、はい、ここで山崎に自由に打たしに行くんだよね、うん、まあ、送るかなと思ったんだけど、うん、やっぱ自由に打ちに行かして三振、うん、はい、で山田も甘いボールが2球ぐらい続けてあったんだよ、はい、それをフルスイングしたんだけどもさ、やっぱそのスイングのバランスが崩れてるために、うん、ヒットにもならずファールにしかならないと、うん、でチェンジアップで三振で村上がライト前でつないで一三塁を作るんだけども、はい、この時だけオスナが凡打するという、ね、ライトにいい当たりだったんだけどもね、はい、まあ、それはもうずっとは打てないよ、うん、ただオリックスがここでしのいだ分だけ、うん、やっぱこう主導権を取れたよね。なるほど、これでやっとね、はい、2点は先制したけども、うん、やっぱ抑えないと次の回をね、うん、はい、でこれで主導権を取れたということだよね、うん、はい、で5回ね、うん、足立がツーベースを打つ、はい、ね、うん、胸がセカンドゴロ、まあ、それでまた進塁をするわけだ、まあ、進塁打右方向、うん、まあ、先ほどのそのオフシームもそうだし胸もそうだけども、やっぱこうちゃんと仕事できてるよね、ボンダリにしても、はい、でワンアウトランナーサードを作るんだけども、中川がショートゴロ、はい、この時のね、中村のリードが、うん、まあ、ピッチャー大西に変わってんだけど、はい、全部シュート5球全部インサイド持っていった、でバットを最後へし折ってショートゴロ、あすごいリードするなって、5球なかなか続けるっていうことはないんだけどもね、はい、でもね、やっぱ中村のこうリードっていうのはやっぱこう魅力あるね。で吉田をまた申告敬遠、はい、で杉本、はい、ね、で3球、大西はやっぱりシュートピッチャーなんだよね、うん、だから杉本にインサイドインサイドインサイド3球続けたんだよ。で中川のも見てるでしょ、はい、5球連続インサイドみたいな、だから杉本も見てたと思うんだよ、はい、で追い込んで外のスライダー持ってボールなんだけども、やっぱ杉本手が長いしでかいなあいつ突き上げた手なんてものすごいでかい長いもんなまあそれで届いちゃってさ、はい、それがなボテボテになってサード前、サード内野安打で1点取るんだよ、うん、でも杉本のこの執念というかね、まあそれが上回ったし、これで3対0になった。はい、ね、そこに書いてある通り5番がポイントというふうには、うん、そうそうそう、ずっとね言ってるよね。まあこのシリーズね、もうずっとポイント5番なんだよ。はい、で杉本が打ったら杉本がポイントになるし、うん、例えばこれが西野とか、うん、T 岡田とか持ってきたらその人たちがポイントになるんだよ。とにかく5番打者っていうことですね。そうだね。でも杉本もここでボン出してたらちょっとこう落ちていこう落ちていく感じがしたんだけども、やっぱりよく頑張ったね、はい、ボテボテでもやっぱこう打点1、はい、チームに貢献したという気持ちが、うん、やっぱり非常に高揚させるよね多分ね、はい、で5回、はい、ヤクルトの攻撃、うん、ね、先頭バッター塩見、はい、フォアボール見えてるよ。やっぱりこの時から山崎総一郎に変わったんだよね、はい、うん、でいきなりフォアボールを出す、はい、これやっぱちょっと硬かったね。
やっぱりちょっと、いろいろ、日本シリーズっていうこともあって。そうだね。でね、塩見もね、いきなり3ボールになって、で、次ポンと見逃して、次打ちに行くだろうなと思ったら、ポンと見逃したんだよ。余裕あるんだよ、やっぱり。まあ、若いし、まあ、経験がないから、まあ、フォアボールで出すっしょ、みたいな。ちょっと見てみようかなっていう。そうそうそう。いや、それで見事に取ったんだよね。はい、で、その後、山崎にやっぱり打ちに行かして、セカンドゴロ封殺されて、まあ、山崎が一塁に残るんだけども、山田が 6-4-3 のダブルプレーという、まあ、未だにその山田がね復調の兆しが見えないというね、まあ、そんな感じなんだけどね。はい、はい、で8回、ツーアウト満塁ね、ピッチャーはワゲスバックね、ツーアウトからオスナセンター前、中村センター前、サンタナフォアボールで、一気に満塁を作った、ツーアウトから、長岡、ね、まあ、今年売り出し中の、まあ、三振という、はい、まあ、なかなかね、こう甘いボールがあったんだよね、ファーストストライクに、それを振りに行ったんだけど、当たんなかったんだよ、本当に甘いボールだったんだけど、そうなると、バッターどうなるかというと、やっぱちょっと焦りになってくるんだよね、みたいな、なんで当たらなかったんだろうとか、ほんで、その後2球、まっすぐ投げられて、当たらずに三振したんだけど、やっぱ打者の心理がよく分かったな、それな、やっぱ焦ってんだろうなと思ったら、やっぱ長岡、焦ってましたね。なるほど、それの末の三振ということですか。だから、あの甘いボールを三振したときに、ああ、だめだというふうに思ったけどもね。でただね、8回ぐらいワゲスバックが投げ出してぐらいから、ヤクルトに流れがちょっとずつ来てるんだよね。まあ、ヒットもさ、いい当たりじゃないんだけど、センター前に抜けてったりだとか、まあ、そういうことが起き出してきてるんだよね。で、9回、抑えの阿部が出てきた、まあ、昨日も投げたんだけどもさ、昨日投げさせておいてよかったなっていう、いきなりこういう場面じゃなくて、やっぱり1回、場を踏んでるだけに、まあ、ちょっと落ち着いて投げるかなというふうに思ってたら、途中からレフトに入ってた宮本、ね、粘りました。粘って粘って、センター、あー、右中間にツーベースヒット、ね、その前守備でもね、いい守備があって、そうだね、ちいちゃん言ってたね、あれこれ打つよって、打席入る前からなんかね、ちいちゃんは予言してたけど、なんかそんな雰囲気はあったよね。雰囲気ありました。 その流れもあったり、その粘っている打席の雰囲気で、それで、塩見がやっぱ粘ってフォアボール取るんだよ、あ、これすごいな。で、2番にピッチャーを入れてたんだよ。で、ピンチヒッター内山、青木とか川端とかどうなってんのみたいな、ねえ、いないのって、もう先に使っちゃってんだよ。そうなんです、ね、それはなぜかというと、やっぱ先に使わないと、内山を先に使うとキャッチャーだから、キャッチャーいなくなっちゃうから、はい、古賀がいるんだけども、だから内山を持ってきたんだよね、ここですごいことが起きます。まあ、結果は同点スリーランホームラン、はい、史上代打で初打席で、ホームランは5人目というね、この5人いるのがすごいけど、そう、長い歴史の中で5人しかいない、はい、これをねちょっと解説したいんですが、どうしても豊さんが ね解説したいことがあるということで、でね、はい、初球、これね3球続けて、最初はね多分ねフォークかカットなんだよ、まあ、カットにしとこうか、カットで入ってくる1球目それ1球目、はい、で2球目もね外にカット2球目、はい、でね3球目もねカットなんだよ、はい、まあ、ここのところはね全然合ってないね、外の上の方、外の高めの方、高めの方ってことで ね全然タイミングが合ってないの内山君が、はい、で追い込んだから、まあ阿部だからね、ここにフォークボールを持ってくるわけ4球目、はい、これを簡単に見逃すんだよね。まあまあ、このキャッチャーだからね、読みとして、まあ、フォークで攻めてくる、このぐらいは見逃せると思う、で2球続けたんだよ、はい、5球目これも見逃すんだよ。びっくりした、これ見逃せるんだと思って、はい、この若いバッターが、それは読みですか、そう、まあ、読みと
やっぱこう見切ってる、見切ってるというかさ、まあ、そんな感じがしたんだよ、うん、いやそれでまあオリックスバッテリーはどうしたかというと、うん、もう1、2塁だし、うん、フォアボール出すわけにいかないよって、うん、こうやって簡単に 見逃されるんだったら、うん、いやこれはもうフォークは投げられない、うん、あってなんかここに戻そうとしたんだよね。なるほど、うん、これもね、まあ、正解なんだよ、まあ、それはなんか順当な考え方な気がしますよね、うん、だから戻そう、外に戻そう、まあ長打もないだろうと、うん、外だとね、うん、フォークだと空振りしてくれるだろうと思ったのが思惑が違ったから、うんうん、そしたらここに抜け球が来た。はい、それは何を投げたんですか？これはね、多分ねカットかまっすぐなんだよ、ね、はい、抜け球だからよくわかんないんだけど、うん、これをホームランするしたんだよ。いや内山すごいなと思って、打った瞬間にあーって思いますね。いや、うん、本当に、いやここに戻そうと思ったボールがここに投げ損なったんだけどもさ、これをここを見逃しといてここの高めをホームランできるバッターってなかなかいないよ。うん、そこがもうポイントというか、ポイントだね、内山選手のすごいところ、すごかったね、うん、でもそれを使った高津監督はすごいよ、うん、それも打たしに行ったという、うん、まあ打、まあ、3点あるから打たしには行くんだろうけども、うん、ここで内山を持ってきたということがやっぱ当たったね、いろいろハマりましたね、ハマったね、うん、もうそしこれね、うん、ないと話が始まらない、いやいや、そろそろだよですもんね、いやそれからまた長い試合になりやがってみたいなまあそんなことになったんだけど、まあ完全に雰囲気は変わったよね、うん、うん、まあ、それで、まあ、延長に入っていくわけだ、はい、で、10回、はい、小谷氏の連打、はい、抗議作るも伏見凡退という、うん、ね、あ、まあ、ね、チャンスがなかったわけではないんだよこの後もね。そうでしたね、ただね、ただオリックスの方はもうそのピッチャーも勝ちパターンのピッチャーをどんどん出していったし、守備固めもしてるんだよ。だからこう戦力としてはちょっと落ちてるんだよ野手の。なんとなく延長に入ってからこう静かに進む動きはあったんですけど、うん、なんとなくこうしのいでいるというような雰囲気があったような気がしましたね、うん、でね10回ツーアウト1・3塁、はい、フルトですね、もう絶好の塩見が回ってきた、もう塩見凡退と、うん、あれみたいなね、これさよならなのかな、どうなのかなというところで、まあね、凡退ということで、だから塩見ね、うん、もう今年は MVP を取りたいね、日本一になって MVP を取りたい、うん、で昨日もオスナの方がポイント的には上なんだよね、はい、こういうところで打たないと塩見MVP は取れないよ。そうですね、そうそうそうだからちょっと欲が突っ張っちゃったからみたいな、ちょっと力んだね塩見が ね、まあまあでも打てる高さじゃなくて、まあいいところには投げたけどもね、はい、はい、で延長11回、はい、ノーアウトランナー1塁、うん、ね、奥村が代打で出てきて初球をヒット、うん、はい、で山田どうするかなと思ったらやっぱ打たしに行くんだよね、うん、でこれ初球をファーストファウルフライに倒れるんだけども、ここで俺は山田に一つ仕事をさせてやればよかったのかなって思ったの。なるほど。でね、確かに打つのを待つっていうことも大切だけども、うん、でも一つの自分が送った送りバントがさよならになったっていうふうになると、うん、やっぱチームに貢献したっていうことにはなるわけね、うんうんうん、で短期決戦だし、はい、だからそういうことをやらせて気分的には何か貢献したっていうことを残してやった方が良かったのかなっていうふうには俺は思ったんだけどね。ただやっぱりこう高津監督がキャプテンやらしてるように山田への信頼っていうのはやっぱ打つという信頼というのは変わらなかったんだよね、うん、だからまあそれにかけたんだと思うけども、はい、まあ、その後村上オスナがボンタしてボンタというか三振してね、うん、まあ、チャンスがついえるわけだけど、まあいろんなことがあったけども、まあこうね、あの山田選手はこう何か抜け出すきっかけにもなれたかなというところでも、まあ、バントしてたらねあったなということですかね、うん、やっぱ何でもさそうだけども調子悪くてもただ
なんかこのボンダがああよく進塁打打ったなって、まあ そうですよね、それが決勝点に繋がったとかさ、うん、そういう風になると気分的に楽になるかなっていう風には俺は思ったんだけど、はい、それこそ5回の杉本選手のタイムリー内野安打なんて、そうそうそう、やっぱそれすごく重要な1点だったりしましたもんね。だから重要すぎるよね。ただ単のタイムリー内野安打っていうよりは、うん、なんかもっと貢献度が自分の中では高いでしょうしね。そういうことですね。それと自分も高揚するだろうしね、うんうんうん、はい、ということで、はい、まあちょっとねピッチャーよく頑張りました。はい、ちょっと今日はね、両チーム少し見にくいんですけれども、はいはい、今日の継投ということで、継投ということでね、まあ今日の継投は両チーム先発4回の降板、はい、ね、山崎幸也が4回、はい、最初にいるのがやっぱり4回ということでね、うんうん、降りるんだけども、まあこれはある程度予想されてるけどね。で、はい、まあ後ろ7人ずつですね、山崎、総一郎、はい、宇田川、ワゲスバック、はい、阿部、はい、本田、比嘉、近藤とつないだんだけど、はい、やっぱさすがにいいわ。さすがにそのこの角度とボールの力、うんうん、フォークボール、うん、まあ、ボールの力もあるし、ワゲスバックが少し荒れてたけどもね、うん、まあ、初登板だから、まあ、こういうことになったんだと思うけども、はい、やっぱハマるとちょっとあれだね、うんうんうん、で阿部はちょっと精神的に少し考えた方がいいかなって、これからね、ちょっと今日の、うん、今日の打たれ方っていうのはね、はい、であの見逃し方されると何か掴まれてるのかなと思うしね、阿部、うん、の投球パターンとか、うん、そういうことの本田、はい、まあ比嘉がなんかいい仕事するね。そうですね、うん、でまあ近藤と、うん、でまあヤクルトの方はまあ大西が失点したけども、うん、まあまああのこのシュートっていうのはなんかすごくいやらしさを与えたしね、うん、でまあ石山が投げて、まあ、今度がすごく良かったね、うん、落ち着いてた。そうでしたね、うん、でマクガフ、はい、いやもう一回俺は行くぜみたいな、いやそんな気でしたね、やめとけ2回ぐらい監督に、ね、そうそうそう練習されてましたけど、まあその心意気があるっていうのはいいよね、はい、うん、で清水、はい、まあ、先頭バッター出すんだけどさ、うん、やっぱさすがに爆発踏んでるな、うん、まあ、すごく落ち着いてて、はい、でツーアウトまでよく行くんだけどな、ツーアウトから打たれるケースが多いけどなって思ったけども、やっぱ落ち着いてる。そうですね、やっぱ修羅場くぐってるこのピッチャーも、うん、で田口、はい、いい気合だった。いいね、今日もそう今日も良かったですね。今日も良かった、はい、で木澤、はい、ちょっととちらかったけども、うん、まあだけどやっぱさすがにねボールの力があるなという、まあだからこの中継ぎ投手陣は疲れたと思うけども、そうたる人たちが投げて、だけど自分たちの力をね、うん、なんかこう3戦目からは思う存分出せるような、うんうん、そんな感じがするよ。だからなかなか点が取れない、はい、うん、だから第3戦からはもうとにかくなんて言うんだろう、細かい、うん、まあ今回その第2戦で両軍こう盗塁を仕掛けたりだとかさ、はい、いろいろしたけど、うん、まあ、それも成功してきてるしね、うん、だからだんだんこう硬さも取れてきてるし、ピッチャーも硬さが取れてきてるから、第3戦から本当になんかプロ野球の醍醐味というかそういうものが見え出してくると思うよ、うん、まだね参戦は場所を移動して、そうそして指名打者っていうようなことも変わってくるので、そうまた違った野球がね、違ったものがね、うん、出てくるのかなというところで、はい、ということで、はい、まあ、ヤクルトは1勝、1勝でオリックスが1勝ではなかったね。そうですね、はい、はい、ということで、はい、ごめんください、はい、はい、ちーちゃん登場です。ここ1分けですね、1分けだね、ということで、うん、まさか分けるとは思ってなかったので、ね、いや、本当にちょっと足したけどね、うん、だから1勝1分けということで、はい、ね、まあ、と3戦目以降はどうなっていくんでしょうか。まあそうだね、うん、はい、まあもしあれだったら明日3戦への展望という動画も撮ってもいいんだけど、ちーちゃんが元気であればね、はい、ということではい、またお伝えしますので、はい、お楽しみにしてください。2000はこのようになりました。はい。